改めまして和歌山ブラッドのコーナーでございます。このコーナーはですね、この地元和歌山の良さを全国いや世界に発信しようということで、まあ、いろんなところを、ね、ご紹介してまいるコーナーでございます。まあ、和歌山の人もですね、なかなかこう知ってそうで知らないというね、そういうあがわもございます、うん、でも今回はこれ絶対知ってると思います。そうですね、行ったことある方多いと思いますけど、いや多分ここはないですかね。いや、あるんじゃないですか。いや、わかりません、宇宙人ですから。あれれ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 れ茶色とか黒とか、茶色とか黒とか、うん、やっぱ黒よね、うん、白黒はっきりして今日はですね、白い岩なんですよ。おお、はいはい、となってくるともう思い浮かぶのはもうあそこですよね。どこでしょう、ほら。まあ、知らない方もいらっしゃるので、うん、実は和歌山県の、うん、白崎海、はいはい、これ結構有名なんですよ。知らないですね。三段壁やった、三段壁、それは 白浜の方、ね、白浜ですね。これ白崎海岸っていうのはどこかといいますとですね、まあご存じのない方もいらっしゃるので、県外の方はね、はい、特にね、これ和歌山県日高郡由良町というところです、はいはい。先ほどもちょっとフェイスブックでね、ここ私地元ですって言ってね、やっぱり地元の方はね、やっぱり知ってるから、どんどん、広めてほしいと思ってるんですけどね、はい、これすごいですよ。僕も小学校の時に初めて行ったんですけど、うわ不思議の国や来たみたいな感じになりますよ、うん、だって岩って普通はそういう土みたいな岩でしょ、うん、あれが白やったらなんかなんか分かります、うんうんうん、これ本当に城みたいなね、なんか宇宙で来た感じに思いました、小学校の頃ね。そういう素敵な素敵なこの場所があるわけです。で、それを今日はご紹介しようと思うんですけども、はい、まあ、和歌山の人でも知らんねえから、これ県外の方とか全国に説明するにはやっぱりちょっとまず言わなきゃいけません、ね、アクセスね、はい、どこら辺かっていうことで、はい、でこれちょっと言ってもらいますが、はい、アクセスってアクセスって、はい、まずお車で来られる方の場合は岩佐御坊道路というのがあります、はい、それの広川インターチェンジより国道42号線、ちょっとね、降りたらすぐ42号線にぶち当たりますんで、それを行ったらそれ左ですね、そうですね、南の方に下って行ってもらったら、はい、約20分で紀伊由良駅っていうね、近くまで来ます、はい、そこに交差点里、もう本当に里ね、はい、里っていうところがありますんで、それを右折してください、はい、そうですね、それをまっすぐ行くと円珠ヶ浜が行ってしまう、左手に見えて、そのままもう奥の方に行けばあります、はい、そう、いきなりね、ブワッと現れる感じです。いきなり、いきなりです。めちゃくちゃいいよ、これデートコースです。はい、はい、で、電車をご利用の方に関しましては JR 紀伊国線の紀伊由良駅より中期バス白崎方面行きというのがありますんで、それに乗っていただいて白崎西というバス停下車徒歩 1.5 キロなので、ちょっとまあ距離あるかなという感じですけど、まあいいんじゃないですかね。なんかこうね、デートでいやまだかなみたいな感じで、ほんまに急にわっと現れる感じなんで、まあ 1.5 キロなんで、まあね、そこから歩いてだけ10分ぐらい歩いて、程よい疲れの時にわって現れて、Oh beautiful みたいな、そんなデートコースを味わえる最適なコースの白崎海岸、うん、はい、あります。なかなかやっぱりうまいこと言いますね。いやいや、僕も任せてて、もうね、今に任せてたら噛まないからいいんですよ。で、ほっとり今言ったりワクワクするよね、はい、しますね。なんでもそうだけど、こうしんどい時ってなんかこう感動がある。僕もそんな感じなんですよ。ちょっとこうやっぱり車で行ったとしても、ちょっとこうね、なんていうんでしょう、上下あるぐらいに登り下りがあって、はいはい、そーっと開けてくるんですよ。おっってなもんですわ。ほんまそのイメージですよね、うん、でこれ連れてきますか、ね、後でまた写真もちょっと出させてもらいますけどね、
もうちょっと一枚先行きましょうか、はい、どんな色か。もし岩がですよ、うん、僕でも思ったよ、もしもシリーズや、はい、岩が白やからまだええわ、黒か白かはっきりせえ、うん、これ透明やったらどないなの、ダーンと当たるよね。で思わへん、例えばよ、うん、今よ青ここに書いてるんやけど、空と海の青にコントラストが白やからええんやけど、うんうんうん、これ青青青ってきたらどうなの、どこ今みたいな。ああそうですね、こんなこと考えた僕だけ、うん、いやでもね、あ不思議でしょ。だからこれ世の中にあるものっていうのは目にこう見えてるけど、うんうん、もし色が一個違う出たらこの岩の良さがわからないってなるわけでしょ。あ、まだそれを紹介されたでしょう ね、 ね、ここの岩スケルトンでさめっちゃ変よって、まずそれをまずスケルトンっていうことを言うとこね、まず言わないと思うんですよ、そこに岩があることまず存在がわからないですからね、かるから、そう確かに、はいはい、ここでバーッと行ってガーンって当たるわけですよ、車で行って、はいはいはい、公園とか書いちゃうけども、岩が透明やからそれは事故するよね、写真も撮れない、撮れない、あ、まあ、そんなもしもシリーズやったら時間があれなんで、はいはい、まあ実はどんなとこかというとこ、はい、ちょっと写真を一枚ね、はい、入れていただきましょうよ、はい、まあ本当にこう近づいてくるときにね、あのこう車でずっと行くとこういうの見えるんですよ、ほら、あ、はい、すごいね、先っぽら真っ白ですよ、真っ白、海岸線にもずっとね、まあ、走っていくような感じなんですけどね、いいですね、見たこと初めて、初めて、ほら和歌山でこんだけ生息20年、生息22年、生息して生息して生息して22年まだ これを見たことがない、ね、はい、はい、でなかなかいいでしょ、でこれを岩ずっと近づいていくと、あのほらダーン、ね、白いんですよね、本当にアルプス山脈みたい、おお、これ上のこういう緑とかなかったらもっと白ははっきりとしてるな、ですね、はいはいはい、でこれずっとこう見ながら、うん、車でまあ俺行くんやけども、うん、あの車で行くとトンネル洞窟みたいなのあります、あるよね、あります、あれ洞窟でもちょっと怖いよね、怖いです、地震とかあった時って上見たらすごい高いんで、うんうんうん、もう車で行っててもドーンと落ちたらもう終わりやから、うん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 、その怖さはありますね、ありますね、なんか大丈夫かなっていう、まあ、常にもう僕らって歩いてってこんなに行きながら来たら逃げようみたいなやったけど、はいはい、車やったら逃げるやんからね、そうですね、うん、うん、ありますね、そんな動物があるんです、この大きな動物があって、はい、その動物の中に車で行ったらこの県立自然公園地とかあるんです、はい、公園ね、でこの公園は日本のね、これ渚百選の、はい、ね、制定された白鷺海岸ということで有名なんです、うん、これ、うん、いいですね、ダイビングスポットって分かる、ダイビング、あのやってることあるないです、僕もないです、これスポットらしいですよ、へー、まあでも南の方の海ってやっぱ綺麗ですからね、ね、魚とか多分牛合うじゃん、いてると思います、結構ほらキャンプ場みたいな、オートキャンプ場とか、はい、貝の展示会、展示場がある、展示会っていうか展示館っていうかな、そういうあったりレストランもある、はいはい、昔はですよね、円珠ヶ浜を通ってくるじゃないですか、円珠ヶ浜のとこでキャンプできたはずなんですけど、うん、あそこ今遊泳禁止になってるんで、あそうなんや、はい、多分キャンプができないような感じに、はい、なってるんですけど、これからそう、これからものすごく綺麗で、もう、ね、あの冬場やったら多分これやってないと思うけど、夏はね、いろんなところ県外から来られてますよ、うん、ぜひ、はい、デートコースに持ってこいですよ、ね、いいですね、彼を作らなきゃ、え、作るんちゃうかないですね、こういうロボット飛びたい、こんなところでね、こうやって行こうとか言ってこう飛び跳ねながら行くわけで、それでも写真撮るやけど、まあ本当に白やから、バックが白やから、まあ、肌も綺麗に映るしね、あ確かに、うん、結構この岩のところで撮影されてる方とかも多いですよ、ね、多いですよね、なんかプロモーション写真みたいなのも作ったら、うん、おめ写真もこれ、そう、映像撮るときここでな、動画とか撮るのにこれ、なかなかええと思うわ、いいですよね、うん、で普通にあの行けますんでね、ピョン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 と、この登れる、登れます、登れます、これはもう石炭石灰石です、石灰岩ですね、岩でね、石灰岩か、はい、そうやな、はい、石灰岩やね、はい、これが古生代、うん、ペルム紀ってどんなね、これすごい昔なんでしょうね、昔なんやろな、これ、うん、はいはい、これあの調べた人がこれ内容がわからんって、僕も調べてるけど内容わからんぐらいこれ古いってことよな、これそうですよね、ペルム紀って聞いたことある、ペルム紀ないですね、だからさ、これはさ、あのジュラ紀とかしてますけど、遺跡って書いてある、これフズリナとか海売りの化石を確認できますってことは、これ原始時代じゃん、もっとか、もっと前じゃないですか、ね、もっと前、まだ人がいない頃じゃないですか、ね、あの恐竜時代かぐらい、なんかそんな想像しますよね、するよ、そんな感じするよね、はいはいはい、まあ、そんな化石みたいなところが、まあ、あって、うん、いうことなんで、これ全国的にも白い岩ってあるんかな、どうじゃ、あんま聞いたことないですよね、うん、
ということはやっぱり和歌山県唯一のものにしときましょう、うん、ほんまにね、はいはいまあ、そういうこの岩をこうちゃんとこれでいけるようになってるこれね、はい、ほらでね、しのちゃんねさっきデートの話したでしょ、うん、ここから展望台へ行くとかあるんですよ、ほらこういうところで、こういうところで2人でね、写真撮りながらね、これ360度パロナマ、パロナマ、うん、360度って言うと180やと思う360度って後ろも海やっていう話やからものすごい島やっていう話やでそこ誰か突っ込んでくれんからと思うんだけど誰も言うへんからいつ外して、ああ、360度かみたいなほんとどこからどうのものやってたんだけどでも串本のそういう、串本にもあるやんね、こういう、はいはい、海中海中公園、ね、公園は、あれは360度よねそこ行くと俺子供頃に一回しか行ったことないんですよあ、そう、はい、多分うるさいと思うね、360度っていうかそこどこ見ても海ってことだもんねだからこの中から上がってるんでしょそうそう、中から見るまあこれもまあそれに近いとこですわいいですよ、これどうなんですかね、ちょっと白じゃないですか、うん、やっぱ海があってこう夕日がこう沈んでいくときにピカーってこう赤が光ったときにまた白と赤が生えてやろなこれ多分綺麗やろなと思うんですけどねゴールドゴールド一緒に出ちゃう今一緒に出ちゃう今って聞いたらゴールドって言うんだけどゴールド、うん、ゴールドになるかなあ、でも光がね光ってなあでもそういうのもちょっとおしゃれやな綺麗かわからんねベッドもこう来て反射して、うん、確かにね、うんうん、かなりだから太陽が その自然光がバーッと当てて反射したらもうハイライトで飛んでまうと思うわ、はい、真っ白に、はいはい、本当に僕も写真撮ったことあるけどねすごい撮りにくい逆にあなるほどね、うんはいはいはい、でもあれなんですよ海岸なんで風がきついんですよ、あそうよね、結構なんで行かれる方はちょっと夏でも上に羽織るものを持参された方がいいかもしれないですね。もう冬は完全寒いです。風ビュービュー吹いてますからね。まあこうやってこの地元のちょっと待ってくださいね。はい。洞窟の下を通ったんですよ。昔池尾さんいつもありがとうございますコメント。300ですね。これ。それは先ほど。あ、ごめんなさい。はい。昔浜へ抜けるのには洞窟の下を通ったんですよ、うんうんうん、ああ、いろんなことをご存知でございますねやっぱりね、うん、いつもありがとうございます、本当にもう池子さん見てくれてますかね見てくれてますからこういうのね、ありがとうございますまだね、見てくれてる方で白崎海岸行った方 ね、もしあって何かあったら言ってくれ、ね、なんか感想とかあれば、ねはい、白崎海岸行ったことない、ね、白崎海岸、はい白崎海岸何回言うの実はこれでもこれ2009年の4月、うん、2009年の4月ってことはまだ4年2013年やから、4年ですねなんで4月やからね、はい、そう読売新聞主催の平成百景平成百景に周辺の白崎海岸が選ばれたんですよ。結構和歌山ってね、いやあるんですよ。片尾波とかでも、海岸の白の砂浜百綺麗なところ百場所が選ばれてたとか、和歌山の本当にいろんなところでそういう全国的にも綺麗だよっていうふうに選ばれてるところが非常に多い。多いです。はい。多い。多い。意外と多いんですよ。多いですよ。はい。はいということで、まあ淡々と進んでまいりましたこの番組、あと1ページに残すとこうなってまいりましたありがとうございますネタというのはなかなかね終わって一人で喋ってるともうすぐ終わってしまいます、はい、でこれ今日はありがとうございます、はいこの僕ね白崎海岸に思い出がありました、はい、でよくね釣りしてたんよだから弟らとかおうちのおいでるとか行ったんやけどもここにね白崎海岸行くまでにねこういって一本松って木が有名なところ、これ普通で釣りしてる方やったらね結構有名なところなんでここへ行くときにこういう次ちょっと写真次ね出してもらいますわその周辺のねその白坂が行くとこ、まあ、見てください高いところで綺麗でしょすごいでこんなん見えるんですよだから白坂行くまでのね僕ら海南から行くとそういう手前なんやけどその一本松っていうところがあってそこへ車こう高いところ止めて、うん、その崖見たとここれ降りていくんですよガーって車で呼ぶどうしてもこうやってこう釣り道具をセットでこれで降りていってガーッと降りていってで一本松のとこがあって
でその